北日本新聞の小畑です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。発表項目とはちょっと関係がないことなんですが、大きく3点伺います。1点目が北陸新幹線の建設促進同盟会のことについてなんですけれども、先日15日に石川県知事と福井県知事の懇談会で、石川県の谷本知事が同盟会の会長職について、杉本知事に引き受けてもらってもいいのではないかというふうに述べられて、杉本知事は沿線自治体と協議する考えを示されました。会長職については、会の発足以来富山県知事が務めていますけれども、新田知事はこれまで次の総会までは務めて、交代時期は関係者と相談したいというふうに言っておられましたけれども、今回の石川県知事の発言についての受け止めと、知事自身は会長職を、次の任期には譲りたいというふうに考えているおられるのかどうか、その現状のお考えをお聞かせください。はい、ありがとうございます。7月15日に、谷本、杉本両知事がお会いになられて、懇談をされた、その中の議題のお話内容の一つが、この北陸新幹線建設促進同盟会の会長職であったということは、皆様の報道で私も承知をしております。ただ両知事がこの件について直接は聞いておりませんので、決して報道を受け止めないわけではございませんが、直接その ご発言に対してのコメントは今控えておきたいと思いますが、これまでもこの場でも申し上げたと思いますが、敦賀開業そして大阪延伸、に向けて最もふさわしい方に務めていただくのが良いと私は申し上げてきました。次期会長につきましては例年、沿線の都府県、10の都府県で構成されておりますが、知事それから議会議長さん、また民間企業の方々も含めて約300の会員がおられますが、その会員が集まり、総会を催しますが、それで決定されることでございます。今後のことにつきましては、この両知事含めて沿線府県の都府県の皆さんとよく相談をしていきたいと考えております。そうすると最もふさわしい方にということなんですけれども、現状谷本知事が提案された福井県知事、というのは新田知事のふさわしい方というところに入るということなんでしょうか。はい、私はそのように考えます。やはり北陸新幹線ですから、北陸の誰かがなられるのがいいのかなとは思います。はい、ありがとうございます。2点目なんですけれども、来年3月の石川県知事選について伺います。自民党の長谷博史衆院議員が出馬する意向を示されていまして、本日この後石川県で記者会見をされる予定になっています。先日の会見で伺ったので重なるとは思うんですけれども、改めて、昨年の富山県知事選で、新田知事が長谷さんからですね、支援を受けられましたけれども、改めて長谷さんの決断をどういうふうに見ておられるのか、あるいは出られたら新田知事として支援されるお考えがあるのかどうかというのをちょっと改めて、お聞かせいただければと思います。はい、民間人の頃から長谷先生とは交流がありまして、で昨年の富山県知事選挙におきまして、何度も応援に来ていただいたことから、より触れ合う時間も多くなり、またお話しする機会もたくさんありました。その中で改めて長谷先生の政治家としての度量、あるいは考え方、そして、決断力、実行力、そのようなものをよく知ることができ、改めて、敬意を表している、敬愛する気持ちが強くなっているのは事実でございます。そのような方ですから、今回も大変に大きなご決断をされつつあるのだと思い、長谷先生ならば本当にそうなれば、大胆なご決断も十分に考えられる方だなというふうに思って見ております。その応援するかどうかの過程のことにつきましては、この場では特にお答えは差し控えしていただきます。ありがとうございます。最後3点目なんですけれども、衆院選の富山1区について伺います。
まあ、前回の会見では、まあ、衆院選に対する知事のスタンスとしては あくまで県民党という立場で、自分の態度を考えたいというふうにおっしゃっておられました。ただ、まあ、前回の会見以降の話として、土曜日に維新の会の富山県総支部の吉田代表が立候補を表明されました。吉田代表は昨年の知事選で新田知事を応援されてまして、まあ、知事と一緒に記者会見もされたと思うんですけれども、そういう意味では、まあ、知事がその恩返しというか義理を通すというかそういう面で、吉田氏を応援されるというお考えはありますでしょうか。はい、ありがとうございます。吉田豊文さんが、まあ、そのような意向を示されたことはこれも報道で承知しております。まあ、直接伺ったことではありません。そして今おっしゃったように昨年の知事選挙であれは個人としての吉田豊文さんからご支援をいただきました。で、まあ、今回はあくまで維新の会からの、まあ、公認の候補としての出馬を目指しておられるというふうに理解をしております。まあ、そういった状況の中でこれは先週の会見でも申し上げたことと変わらず、まあ、私はあくまで県民と多くの県民の皆さんからご支持をいただいて当選をできたというふうに受け止めておりますので、まあ、その立場から今後の状況に対応していきたいと思っています。そうすると知事選ではあくまで個人の吉田さんからその支援を受けたというふうに認識しておられるので、まあ、衆院選では応援するお考えはないということでしょうか。いや、そうとは申し上げていません。県民党の立場でどなたかを応援した方がいいという状況になれば、まあ、その方を応援することもあるということですよね。はい、そしたら今時点では選択肢に入っているけれどもまだその今後の状況次第でという考えられると。そうですね、まだ選挙の構図が今後どうなるかもやっぱり流動的なこともあるだろうと。選挙というのは本当にこの前も申し上げました何が起こるか分からないことなので今後の状況を見た上での対応になろうとかと思います。ありがとうございます。朝日新聞の田添です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。防災訓練について伺いたいんですけれどもこの主な被害想定のですね、県東部において局地的な豪雨が発生して土砂災害警戒情報というのがありますけれどもこの内容については先日の熱海の土石流を念頭に置いたところはあるんでしょうか。はい、土石流も土砂災害の、まあ、一つと考えておりますが、富山県内に土砂災害の警戒地点というのは実は数千箇所あります。まあ、その中から、まあ優先順位をつけながら今手当てをしているところでございます。まあ、昨年の末に、砺波市の湯国立に地内で地滑りが発生したのは、まあ、記憶に新しいところですが、まあ、そういったこともあり、今回のこの訓練内容の中にこの土砂災害警戒情報対応これも組み込んだということでございます。熱海市というより県内 その数千箇所 のリスクの高い場所を想定しての内容だということなんですかね。はい、分かりました。ちょっと、これに関連してなんですけれども熱海市の土石流の発生以降ですね全国の各自治体で県内市町村内の盛り土の調査というものがをする自治体というのも出てきていまして現状富山県としてその調査の実施あるいはその把握がどうなっているかというのを確認させていただきたいんですけれども。はい、今国交省からも全国一斉にそのようなチェックをしましょうというような方向はお聞きをしているところです。それに伴って富山県でもしかるべき調査はしていければと考えます。はい、具体的な内容についてはまだ、検討段階ということになりますか。ただですね今のところの私が把握している範囲ではですねさまざまな法規がありましてそうですね
例えば住宅を増設するときのこととか、まあ、本当にいろんな法規が絡んでおりまして、その都度県として適切に判断をして、まあ、許認可に関わることはしているところでありまして、今のところ、まあ法から逸脱したような状況、その結果大変に危険なような状況は今のところないという、その許認可の段階で、ワンチェック入っておりますから、それについては今のところは富山県内にはないというふうに理解をしておりますが、まあ、国交省からもしさらに精査しろということになれば、それはやっていくことになると思います。了解しました、ありがとうございます。他にどのようなんでしょうか。北日本新聞社の藤木と申します。よろしくお願いいたします。今日の会見内容と直接関係ないのですけれども、県薬事審議会の、ことに関連してお伺いします。県薬事審議会が、先週13日に開かれまして、その場で製薬企業、県内製薬企業の薬業界の不正の再発防止と信頼回復に向けた対策案というのを、決定、了承されまして、その後知事に答申されているかと思います。でその中で、会長職に就かれて審議会の会長に就かれている方が、その、対策案を、決める、ベースとなっている、企業の社外取締役を務めておられるということで、県が、その企業に対して行政処分をした、企業の関係者に対して、その処分期間中に、事務局である県が、会長としてその方を、疲れてはどうだろうかということで、委員の方に提案されている、推薦されたということなんですけども、このような、体制につきまして、審議会の在り方として、そのこと、特定の企業に対する、審議内容ではありませんけれども、関連している企業の関係者の方が会長に就かれるということは、審議会の在り方としてどうなんだろうかということについて知事の見解をお伺いしたいと思います。はい、ありがとうございます。薬事審議会では、これは復習になりますが、医薬品などの適正な取り扱いや薬事の進行など幅広い事項の審議を目的に設置をしております。でその委員には薬事の関係者、学識経験者を任命をしています。任命は私、県知事がしております。この今回の今時の審議会委員は任期満了に伴いまして、昨年の12月に改選をされ、審議会会長につきましては本年の3月に委員による5選でこれは決めることになっておりますが、実は前会長の高津清先生、というか富山県薬事総合研究開発センターの所長を務めていただいてますが、から G が出たものですから、その後任ということで、富山大学の薬学部長の酒井秀樹先生が、委員の5選で選ばれたということでございます。今ご質問の中にもありましたように、この薬事審議会で、扱うのは個別の企業のことではなく、あくまで薬品の適正な取り扱い、あるいは薬事の進行、あるいは今回は薬業界のいわば信頼回復、再発防止、このようなことがテーマでありましたから、現在の会長の酒井先生が個別企業の社外取りを務めておられるということは特段の不都合はないと私は理解をしております。やはり富山県の人材も無限におられるわけではありません。先ほど言ったように薬事関係者や学識経験者にお願いをする、もちろん中身がやっぱ専門的なことになりますから、全く素人ではなかなか務まらないお役でもあります。とすると勢い、企業関係者もすでに現在もたくさんおられます。企業の社長さんなどもたくさんお願いをしているところでございます。そういった方々の知見もいただき、お借りしながら、この薬品の適正な取り扱いや薬事の進行について答申をしていただくわけであります。ですから状態としての、もしかしたらご心配していらっしゃる利益相反的な状態はあり得る、これは致し方ありません。特に今後
官民連携などもどんどん進んで、まあ、すでに進めていますが進んでいく中で、民間企業の、まあ、代表者や関係者がこの県の審議会などの委員になっていたこと、これからもあると思います、まあ、そういう意味では場合によってはこう利益相反の状態があるかもしれません。でも大切なのはその利益相反を管理していくということです。例えばもし、その委員のが関係しておられる企業のテーマを扱うような場には例えばその方には審議から抜けてもらうあるいは評決から抜けてもらうそんなことは、当然民間企業でもやっていることですし、そういうふうに今後は今までもやってきましたが、適切に管理を利益相反状態を管理をしていくということが必要だと考えます。まあ、結論としては今回の予備審でのテーマを見ますと酒井先生が会長でありまたそこに入っておられることは特段の不適切なことではないと理解しています。ありがとうございます。他にございますか。ありがとうございました。